はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。ハロハロー、ミミーです。今回は10ハイファイ C5 か。 C シリーズはこれで3モデル目かな。多分そうね。 C2、C3 を去年の12月にレビューしたもんね。 C1 とか C4 が抜けてるのはどうしてなんだろう。あ、アイも同じこと思ってた。そのうち出てくるのかも。じゃあそこは期待値を上げて待つとして、早速見ていこうか。はい。まずパッケージは T4 プラスと似たシチュエーションで、土星とロケットと宇宙遊泳してる誰かが描かれていますね。360度プラネットデザインということで、本体が丸いからきっとそれをイメージしたんですね。これは T2 プラスっぽいですね。ティンハイファイらしいデザインですが、 C シリーズってデザインはバラバラですね。それぞれ別の開発チームで作ってるのかな。外観はご覧の通り、とにかく丸くて薄いわ。厚みが20ミリ切って18ミリぐらいだし、角もない。装着しても耳からはみ出さないから手本でもいけそう。アルミニウム合金のボディで、片側実測 4g で軽く、装着感は抜群よ。ステム先端が楕円形なのが意外だけど、バンドルのイヤピは CN タイプだし、 TWS と違ってステムが極端に短いわけじゃないから、大抵の CN タイプのイヤピで問題ないわ。ドライバーはメインが 10×10mm のスクエアプレイナードライバープラス、ノズル内に配置されたカスタム BA。 この組み合わせだと、プレイナードライバー搭載でも入手しやすい価格のセレストグネコや TRN 玄武が記憶に新しいところ。 C5 は1万円ぐらいの価格設定なので、音質への期待は自然と大きくなり、最初の視聴の印象はとても良かったので、後ほどお話しします。その他音量も取りやすいから、スマホ近かざしも OK。 ケーブルはフォーストランド296芯銀メッキケーブル、接続部はデザインの一部になっているみたい。滑らかね。音収録に使用するイヤピはどれにしますか。自分の感覚ではちょっと低域が強く感じたので、それに負けない高域が欲しいね。なのでセグナイヤーフィットライト、セグナイヤーフィットマックス、スピンフィット W1 あたりがいいかな。低域は少し抑えてみたいので、ここでも同じ候補が挙げられる。あとは好みでいいと思うんで、今回はセグナイヤーフィットライトを選んでみた。はい、了解です。サウンドチェックの比較モデルは同じドライバー構成のチークリアルドーンでいいんですよね。そうだね。ドーンは価格帯が違うけど、1万円ぐらいの SPD プラス BA 構成のモデルは初登場だと思うのね。なので同じ価格帯での比較が難しかったのと、同じドライバー構成だとセレストグミホとか TRN 玄武があるけど、最近取り上げているので2万円台だけど、シークリアルドーンと一緒に聞いてみることにしたよ。プレイナードライバーは 10mm×14mm だから仕様はちょっと違うけどね。はい、シークリアルドーンは過去動画でレビューしていますので、興味おありでしたらチェックしてみてください。ケーブルは各モデル付属のケーブルを、イヤピはセドナイヤーフィットライトを使用した音収録です。ではどうぞ、音量上がります。違いが感じられました。後ほどドーンとの波形比較で触れることにしましょう。まず C5 のシングル波形です。箱出し最初の主張で低域がちょっと強めに感じたね。一応イヤピで低域抑えめ、高域が伸びるよう調整して聞いてるけど、そのまま聞いてもすぐ慣れてしまうレベルだと思うし、気にするほどでもないかな。中域はあまり大きな減衰はなく、再現性は高そうですね。うん、いいと思うよ。ここが大きく削られると聞いていて詰まった感じするけど、そういうことは全然ないね。
今回は最初の視聴で久々にボーカルメインのアルバムを1枚聴いてみたけど、この帯域のいい感じの出方もあってすごく綺麗な響きで聴けたよ。ジャックさんにしてはボーカルアルバム1枚聴いちゃうって珍しいんじゃない？そうだね。フィーチャーリングジェフローバーってこともあって気になったんでね。その上の7キロあたりのピークはピアピで伸びてる方を選んだけど、基本しっかり出てるね。気になったのは8キロ以降が極端に落ちてるように見えたことかな。じゃあトーンの波形を重ねて比較してみた方が良さそうね。はい、重ねてみたよ。低域はやっぱり C5 がちょっと強め、中域はほぼ同じ。この範囲は C5 の方が出ているけど、低域は少し控えめな分、ここまでの帯域でドーンと C5 の聞こえ方は案外似てる。サウンドチェックではドーンの高域が強く感じましたが、この帯域の違いなんですね。そうだね、この差分はそのままなんだけど、サウンドチェックの収録音では C5 の音を一番自然に聞けるようにするため、特性をフラットにする EQ 処理をして、その設定をドーンにも反映させてるから、ドーンの高域は実機で聞くより強く聞こえてしまうんだよね。視聴者さんの環境でより自然にレビューモデルの音を聞いてもらうための処理だから、比較モデルに歪みが来るけど、比較モデルともソースサウンドとも特性の差分は合ってるんでしょ？聞き方は難しいけど、もちろんそうだよ。説明が難しいんだけどね。せっかくだから今手持ちの SPD プラス BA モデルを全部比較したのがこれ。あれれ、 C5 だけが大きく落ち込んでるのね。これは偶然なんですか？偶然か必然かはよくわからないけど、今までの SPD プラス BA はこういう傾向で、ノズル内部に配置された BA がこの帯域でシャープに出ているのかなって思う。この比較では TRN 弦部が一番シャープだね。ってことは C5 は超高域が弱いの？比較ではそうなるね。実際ハイハットの出方の違いが分かりやすかった。ただ曲の中でリズムの刻みが前に来るか、一歩引いたところから聞こえるかは好みの問題だからね。この帯域に存在する他の楽器の成分も含め、こういう出方が好きならこちらを選べばいいでしょう。特性と好みは違うもんね。そうだね。でも実際聞いてみると、 C5 がこの帯域を弱めにしていることには意味があると感じたね。で、ここからは C5 の印象で、さっきも言ったけど、最初にボーカルものを聞いたとき、すごく空間の広さを感じて心地よかったから、アルバム1枚スルッと聴けちゃったんだよ。全体にふわっとした感じで、長時間聴いていても聞き疲れしにくいバランス。その後、いつもリファレンスとして聴いてる曲を聴いてみたけど、やっぱり空間は広く感じた。2つのベントホールの効果もあって、音は少し漏れてくる。でも、位置が内側なので、音漏れは気になるほどではないと思う。装着して密着度が上がると、効果は少し落ちるとしても、結果的に程よい空間表現になっているね。そこに、さっきの超高域の一歩引いた、優しい感じの出方の効果や、装着感の良さの相乗効果もあって、広く、優しく、美しくといった印象。ティンハイファイは今年 T4 プラスを聞いて、やっぱりいいなぁ、と思ったし、C2 や C3 もそれぞれの価格帯のモデルとして、いい印象だったんで、改めてティンハイファイってレベル高いなぁって思ったわ。そうですよね。C5、これは買おうっと。1万円ぐらいで、スクエアプレイナープラス BA の構成、そして、このサウンドなら、コスパはいいんじゃないかな。モニターライクというよりは、リスニング、しかも、長時間のリスニングに適していると思うし、薄くて丸いので、メホンユーザーにもおすすめできるモデルです。これは、ミミーも持っておきたいかも。ミミーちゃん、普段そういうこと言わないから、気に入ったんだね。そうね、ジャックさん、これちょうだい。ダメダメ、私だって気に入ってるんだから。だよね、じゃあ買うか。あい、一緒にポチっといて、請求は要請会でよろしく、オッケー。ということで、3人とも気に入ってしまった、ティンハイファイ C5 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。